マーブルとレイヤーの石鹸の作り方です。5.5×24.5× 高さ 7.5 センチの大きさのシリコンモールドを使います。3ミリほどの太さの針金を使います。3回に分けて作ります。最初は 250g バッチのレシピで作ります。精油を小さじ1入れます。マーブル模様の割合は全総量 360g の 10% とします。 36g を量ります。小さじ1のオリーブオイルで溶かした色剤を入れてよく混ぜます。残りの生地に二酸化チタンオイルを入れます。1センチくらいの段差にモールドを傾けます。白と青を交互にまんべんなく少しずつ入れていきます。針金を動かします。ランダムに動かしてください。ゴールドのマイカを振りかけます。より早く表面を固まらせるために蓋をしておきます。次は 200g バッチのオイルで作ります。二酸化チタンオイルと色剤を入れてよく混ぜます。表面が固まったら、マイカをヘラで広げてください。
静かに生地を入れます。マイカを振りかけ、蓋をします。最後は 250g バッチのオイルで作ります。最初と同じ方法です。表面が動かなくなったら、スプーンで筋をつけます。出来上がりです。最後のマーブルを作るときは、ワイヤーが水色の生地に触れないように動かしてください。マーブル模様の割合が控えめの優しい色の石鹸です。ゴールドのラインを入れることで豪華な石鹸になります。模様の割合を増やしたい場合は、青の量を全体の 20% の量に増やしてください。